ヘルベルト・オイレンベルクはドイツの小説家、劇作家、エッセイスト、詩人。数多くの本を出版した、出版人としても知られる。1909年に書いたフリードリヒ・ホンシラーに関する批評は当時の分断に厚い議論をもたらした。1920年代には彼はドイツを代表する劇作家の一人となっていた。文学、音楽、演劇、 芸術など多岐にわたる題材を扱った彼の評論は、ドイツ・オーストリアで発行される数多くの新聞や雑誌に掲載された。1919年、オイレンベルクは、画家のアーサー・カウフマン、アドルフー・ザルスキーラと、ダス・ユンゲ・ライン・ロントを結成。また、1923年には、アメリカ、アインシュタイン以降ドイツ人としては初めて、 コロンビア大学で講演を行った。1920年代ドイツを代表する劇作家であるが、日本では知名度が低く、唯一、女の血統が森外の翻訳と、それを題材にした、太宰治の作品によって知られるのみである。ありがとうございます。